歪みの国のアリスアンコール。はい、ということでおはようございます。みさぺこです。今日も湯代わりやっていこうと思うよ。これが12月一発目の動画ですかね。しばらくお休みしてたってこと？私ごめんなさい。動画頑張ります。4章ですね、やっていこうと思います。はい。そう言ってシルクハットをつつくと、ポーシャはぷいっと横を向いた。私はチェシャ猫に包帯を巻いてもらいながら帽子屋に尋ねた。でもこんな危ないもん、どうやって通ればいいの？そりゃバラが眠っている時に通ればいいに決まってんだろ。帽子屋はブスッとしながら答えた。どうやら眠りネズミが私に優しいのが気に入らないらしい。この二人の間には意外な力関係があるみたいだ。眠る？バラって眠るの？いつ？4時になりゃ眠るよ。バラは早寝早起きだからな。4時って。私は荒れ果てたテーブルに散らばる時計を眺めた。時計は3時を探している。さっきからピクリとも針は動いていない。だってずっと3時なんでしょ。ここ、いつ眠るの？だから4時になれば眠るって言ってんだろ。だからいつ4時になるのよ。時計の針が進んだらに決まってるだろ。わかった、時計が4時になればいいのね。私はテーブルの上の時計を一つ取り上げた。背面の針を動かす。ネジをひねる。あれ、ネジは固く回らない。もう何やってんだよ、バカだな。アリスは時計を動かせるのは時間くんだけだよ。常識だろ。帽子屋は心底呆れたように言った。時間くんって？時間くんも知らないのか。ああ、まったく、もうなんて無知なんだ。私はもーっと膨れる。だいたいこっちの常識が私にとっては常識じゃないんだから仕方ないじゃない。時間なら知ってるわ。呼び捨てにすんな。じゃあその時間くんに針動かしてもらってくれない？あなたたちだったらお茶会はそろそろ飽きちゃったでしょ。帽子屋は急に黙り込んだ。捕まっちゃった。眠りネズミが目を閉じたまま夢の世界から口を挟む。眠っているけれど話は聞こえているらしい。捕まった？誰に？女王陛下さ。女王陛下？そんな人がいるの？時間くんは体がないから首もないんだ。だから捕まっちゃったんだよ。はあ？もう帽子屋の話は意味がわかんない。女王は首がないものが嫌いなんだよ。チェシャ猫が非常に曖昧な補足をしてくれた。さっぱり意味がわからないけど、このまま話このそのままを受け入れると話はこうだ。女王様は首がないものが嫌いで、時間君には首がないから女王の怒りに触れ捕まったと。私は少し考える。それなら私たちは捕まったりしないよね。首あるもの尋ねていったら会ってもらえるかな。私でもそりゃ会えるだろ。お前アリスだもん。そう、アリスっていうのもなかなか便利な身分だ。じゃあ私、女王様に時間くんを出してもらえるように頼んでみる。女王様のところへはどう行ったらいいの？土管を通って海を渡ればいいんだよ。あの土管と、帽子屋は焼き菓子を持った手で指し示した。土管？公園の砂場の向こうに土管が2つ並んでいるのが見えた。本物の土管ではなく、土管に似せて作られた遊具だ。土管って、土管通ったって公園に出ちゃうわ。ああ、もううるさいな。アリスは文句が多い。これ以上うだうだ言うとサンドイッチにして食っちゃうぞ。だって。私は首をすくめた。じゃあ行ってみようか。
サンドイッチの具にされるのはごめんだ。土管に向かって歩き出そうとすると、ギャッと悲鳴が上がった。見れば眠りネズミが帽子屋の手にフォークをぷっすりと突き立てていた。いって、おいこら、ケーキはこっちだってば。赤い土管、入り口から、僕らのアリス。眠りネズミはむにゃむにゃ言うと、突き刺した帽子屋の手をそのまま口に運んだ。いって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 、こら、食うな。それは俺の手だろ。ケーキはこっち。行こう、チェシャ猫。私たちを賑やかなお茶会を後にして土管へ向かった。土管は二つ、赤と青の土管だ。普通の土管だと思うけど、私は土管を覗き込んだ。3メートル弱の長さがある土管だ。丸く向こうの景色が見えている。ふと見ると土管の縁に出口と掘ってあった。逆を回ってみるとこちらには入り口と掘ってある。どっちから入るかなんて子供の自由だと思うけどな。こうしててもしょうがないし、騙されたと思って入ってみようか。土管の直径はどちらも60センチほどはある。私でも途中で突っかえるという心配はなさそうだ。私はおーっと、ここで土管を選ぶんですけど、さっき眠りネズミは赤い土管だからって言ってたから赤い土管に入りたいと思います。私は赤い土管に入った。こうは、土管の穴の向こうには夜の公園が丸く見える。土管通ったって公園に出るだけだと思うんだけどな。私は半信半疑のまま、四つん這いになって土管を進んだ。背後からチェシャ猫がついてきている気配がする。かわいい。のそ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 ついてくる。チェシャ猫、かわいい。ずりずりずり。一向に出口の穴が近づいてこない。ねえ、チェシャ猫。こんなにこの土管、長かったっけ。外から見たときはたかだか3メートルくらいしかなかったように思ったけど、ずりずりずり。出口の風景が次第に暗くなる。やがて墨で塗りつぶされたような暗い絵になったけれど、穴との距離は縮まっていかない。ちゃんと進んでるのかな。心配ないよ、まっすぐを行き。うん、ずりずりずり。しばらく進んでもやっぱり出口は近づかないし、丸は黒いままだ。私はまた不安になって背後のチェシャ猫に声をかけた。ねえ、本当に大丈夫なの？心配ないよ、まっすぐを行き。チェシャ猫はさっきと同じ言葉を返す。わかった、ずりずりずり。全然出口が近づいてこないんですけど。心配ないよ、まっすぐお行き。私はピタッと足を、いや膝を止めた。チェシャ猫、さっきから全く同じことしか言わない。この状況はなんだか覚えが。そうだ、3枚のお札だ。ヤマンバから逃げる小僧さんが川屋でお札に身代わりをさせたのとそっくりじゃない。チェシャ猫、私は素早く振り返った。そこにはいつものにんまり顔がちゃんとあった。なんだい、アリス。なんでもないです。ぐずぐず言わず進むしかないらしい。ずりずりずり。やがて真っ黒だった出口も徐々に明るくなり、ほんのりと赤みを帯びてきた。丸も大きくなって、ようやく出口が近づいてきたことがわかった。やっと出口。腰が痛くなってきちゃった。土管から張って出ると、手と膝が白い砂を掴んだ。ザーンと波の音がする。そこには海が広がっていた。だけどそれは、私が今まで親しんできた海とは全く違う。その海は、深い、深い赤い水をたたえていた。海上にも赤いもやがかかっている。風はなくて潮の香りはしない。本質的には海じゃないのかもしれない。そのもやの中に白い影があった。ちょっと、赤いもやを受けて白い耳がほんのりピンクに染まっている。白うさぎは波打ち際
赤い海の上に私に背を向けて立っていた。ドキンと心臓が跳ねた。濃く、近い、今までにないくらい。私はゆっくりと砂を踏みしめながら、白ウサギの背中に近づいていく。呼吸が速くなる。ウサギは逃げない。私の足をパチャッと赤い波が洗った。もう手を伸ばせば届く。あれ？終わるんじゃね？心臓が激しく音を立てている。その時、不意に思った。捕まえてもいいのだろうか。本当に？いや、捕まえようよ。捕まえた後に何かあるでしょ。捕まえよう。私は迷い振り切るように勢いよくウサギの腕を掴んだ。途端、頭の中が破裂するような感覚が起きた。ウサギは残ったのね。泣かないで。もう嫌なの。あの火事が。君は悪くない。お腹が痛い。もうすぐ箱が割れる。こんなに愛してるのに。この歪みは僕が望んだもの。アリス。ぐいっと強く腕を引っ張る手が、私を現実に呼び戻した。よろめいた私の背中を生温かい体が受け止める。振り向かなくても自死猫だと分かった。今の何？私は前を見たままほうきのようにつぶやいた。何を見たんだい？自死猫が後ろから私の肩を支えたまま尋ねる。分からない。いっぱい、なんかいっぱい頭の中に流れ込んできて混乱してる。うまく説明できない。あれ？白ウサギは？白ウサギ？私はすぐ背後の獅子猫を振り仰いだ。いたのよ、ここに。それでウサギに触ったら。幻。獅子猫はあっさりと言った。幻？血の海は人を惑わすんだよ。獅子猫は笑う。気をつけ。引きずり込まれるよ。うん。幻？それじゃあ今感じた何かも全部幻なのだろうか。そうだといい。ううん、きっとそうだ。気にすることない。私は頭から不安を振り払った。そうよ、今はそんなことより帽子や海を渡れって言ってたよね。私は赤い海の沖を見合ってから辺りを見回した。白い砂浜と崖があるだけで他には何もない。船なんてなさそうね。ないよ。ないよって。じゃあどうやって渡るの？歩けばいい。海を？もう無茶言わないの。自社猫は私をじっと見た。な、何？自社猫はおもむろに私の手を取ると海に向かって歩き出した。だから無理だってば。海へと踏み出したところで私の抗議は寸断された。キャッ！ドボンと体が落ちた。まだ波打ち際なのに。足がブラブラしてる。自社猫の手を握っていなかったら完全に水没していたに違いない。おや？自社猫は笑ったまま首をかしげた。おや？じゃない。なにこれ、なんでこんなに深いの？それにどうしてあなたは落ちないの？自社猫は海面の上に立っていた。なんで？普通海は歩けるものなんだけどね。歩けないよ。ダメだよアリス、血の海は底なしだから。落ちたら危ないよ。言いながらチェシネコは私を海中から引き上げた。そしてそのまま肩に担ぎ上げる。どうしてここで私がたしなめられなきゃならないんだろう。納得いかない。チェシネコはそのまま沖へと歩き出した。え、ちょっと。私は無造作に担ぎ上げられた状態で異議を唱える。まさかこのまま歩いていく気？無理だよ。重いよ。途中で下ろしたくなったらどうするの？私はとても太っているわけじゃないけれど、特に痩せているわけでもない。それなりの体重がある。しかも相手は海だ。小川をおぶって渡ってもらうのとわけが違う。っていうか、歩いていける距離なの？重い？重いってなんだい？何って、重さだよ。重いっていうのは、何って言われると困る。重いってどういうことかなんて改めて考えたことない。だから重いのよ。重いから持ち上げられなかったやつ。うわっ。私はバランスを崩し、思わずシャシャネコの頭をガシッと掴んだ。じゃあアリスは重いじゃないよ。重いんだってば。でもアリスは持ち運べるよ。
持ち運べるかもしれないけど重いでしょ。だから力がいっぱいいるでしょ、疲れるでしょ、そういうの重いって。力はいらないよ。は？ほら、トシシネコは片腕だけで私を抱えてあげてみせた。ごく軽いものを持ち上げるような仕草だった。乗っかっている身としても安定していて無理しているようには見えない。本当に重くないの？ないよ。なんで？アリスは持ち運べるものと決まっているからね。決まってる？そうだよ、アリスは持ち運べる、石は持ち運べない、決まっているのさ。え、石って持てないの？むしろそっちの方が驚きだ。持てないよ、勝手に場所を動かされたら石だって迷惑だよ。迷惑かしら。アリス、石の意思は尊重しないといけないよ。強がりでも気を使ってくれてるわけでも、ましてダジャレを言ってるわけでもないみたいだ。なら、いっか。本人が重くないって言ってるんだし。それに、チェシャ猫に運んでもらう以外、この海を渡る方法はなさそうだ。私の意思より、石の意思の方が重要視されているのが、ちょっと引っかかるけど、まあ許してあげよう。そんなわけで、私はチェシャ猫の肩に這い上がった。猫なだけあって、チェシャ猫は体が柔らかい。ぐにゃぐにゃしていて乗っかってる身としては心もとないのだけど、重くないのは本当みたいなので、肩車をしてもらうことにする。縮んだ時にずっと肩に乗せてもらってたからな。なんだかんだ肩の方が落ち着くのだ。そういえば小さい頃はよく肩車をしてもらったっけ。ん？あれ？なんだい、アリス。なんでもないの。小さい頃とちょっと感覚が違う。体が大きくなったからかな。昔はもっとこう、掴めるところがあったような気がするんだけど。私は仕方なくチェシャ猫の頭頂部のフードをそっと掴んだ。そういえばこのフードの中って相変わらず謎のままだ。顔を近づけると、かすかに獣独特の匂いがする。でも、臭いとか嫌な感じじゃない。暖かくて落ち着く匂いだ。私を肩に乗せたチェシャ猫は滑るように海の上を歩いていった。もうずいぶん歩いた。私は上半身をひねって後ろを見る。岸はとっくの昔に見えなくなっていたけれど、未だに対岸は見えてこない。ただ赤いもやが濃く立ち込めている。広いね。赤い海はひどく穏やかだ。海といってもささ波が立っているくらいなので、湖といった方が近いのかもしれない。チャプチャプと揺れる波の音が耳に心地よかった。見回せば一面の赤い海。世界には血の海しかなくて、私とチェシャ猫しか存在してないみたいだ。私にはもうどちらが前で後ろかわからないけれど、猫は迷うことなく進んでいった。しばらく歩くと、やがてもやの中に細い黒い影が見えた。あれ、なんだろう。私の声に答えて、チェシャ猫はそれに近づいた。それは木だった。赤い海から細い木が一本生えている。木には葉がなく、枝の先っぽにたった一輪だけ白い花がついていた。なんだかシンプルだ。だけど優雅でもある。私、この花知ってる。そうかい。ふわりとかすかに効果が漂った。そう、この花はいい匂いがするんだ。だから好きだった。一輪しかないね。枯れちゃうのかな。チェシャ猫は何も言わなかった。その代わりに耳障りな鳴き声が飛び込んできた。キャンキャン。私は弾かれたように振り返る。少し遅れてチェシャ猫も体ごとそちらを向いた。おもちゃの子犬が赤い霧の中から姿を現した。海面を少し歩いては止まってなく、少し歩いては止まってなく。あれは、ホテルの暗い通路で見た、子犬のぬいぐるみ。でもあの時の子犬は見るも無残に焼き焦げて、骨が見えていた。今、目の前にいる子犬の栗色のふかふかした毛皮は、まとっている。突然、子犬がぼーっと炎を吹き上げた。おー、ここまでなんですね。了解しました。
ここまでなんですね。ここでセーブしましょう。はい。なんかここのシーンなんとなく記憶はあるんだけど全くわからない。いつになったら先に進むの？不安じゃない？まあいいや。ということで本日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。